ギュンギュン天秤 VS 天野で押す押すよろしくお願いします。お願いします。ギュンギュンさせてフィッシュ。ほら、絶対なのよ。さあ、サンピーでー。今回の動画はマルキュー的動画です。でね、この動画、タチウオの大きさ対決で、フィッシングライタースミレさんが、天秤で、私、佐々木、天野でやりたいと思います。で、大きさなんでね、まあ、天野の方が有利かと思うんですが、このね、HPP ベイツ、生この城の餌を使って、大きくカットして釣るってことなので、ちょっと楽しみですね。この HPP ベイツ、生この城、初めて見る方は、ぜひとも、この動画の予告動画が配信されてます。説明欄にも貼っておきますんで、ぜひそっちを見てから、この対決見てください。HPP ベイツ、ナマコの城のこともよくわかります。ということでね、早速ね、行っちゃおうか。今回は、千葉県富津市富津港の平野丸さんで対決してきました。それでは早速、富津港平野丸さんへ、天秤対た、天秤対天野対決に、行ってけ、マルキュン。おはようございます。おはようございます。言ってた、ね、この HPP ね。HPP ね。とデカフック。で、一応今日ピンササとは天野と天秤で。うん、そう。ドラゴン対決。ドラゴン対決。まあ、でかいのをね、すればいい。どっちかっていうと、俺の方が有利なんだよね。そう。まあ、でもちょっと。でもこれで、ね、でかくして釣れたら、これまた夢のある釣りになるかも、ね、あのペンミーファンがまた喜ぶから。そう、おっす、ちょっとね、頑張ってでかいの釣っていこう。おっす、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、私、ササピ、こちらドラゴンイワシね。あ、ドラゴンイワシ、出た。これね、そうだよ、だって大物対決だから。ちょっと俺の方が有利かもしれない。でもほら、感じで。サオサキ折ったりするの得意だから。サオサキ折る、寝掛かりする。最後、この間、寝掛かりの人ですかって言われて、ちょっとびっくりした俺。寝掛かりの人じゃねえよ。こういうのやっていいよ。でも、振り向いちゃった。そんな感じでね、行ってみたいと思いますよ。ケンケンね。行っちゃうよ。よろしくお願いします。お願いいたします。おっす。キュンキュン。Thank you.
チャンネル登録お願いします。チャオ。